カナンエイト神山のビジネスパートナーメッシーです。彼のチャンネルで本当に愛知県王者だったのというリプに対して返答した動画がアップされたんですけど、本当に彼愛知県王者だったんですが、まあ、それ以外にもね、いろんな成績を残してる選手でありまして、あの動画だけじゃ彼の、まあ、凄さがわからないんで、僕の知ってる内容、周りから聞いた話を踏まえて、神山選手がどんなプレイヤーだったのかっていう話でいきたいと思います。ただ周りから聞いた話、データが残ってないんで、はい、ちょっと信憑性はあまり高くないんで、間違ってたらごめんなさい。はい。で、神山選手は、経歴、栃木県で卓球を小学生の時に始めて、中1の春で、全中栃木県優勝しました。栃木県予選ね。で、僕中3だったんですけど、僕地区大会の敗者復活戦の敗者復活戦で負けてしまって、県大会出れてないんで、周りから神山選手っていう投げ上げサーブのやばい選手がいるんだよって聞いてて、同級生にそんなのいるのかなと思ったら、まさかの2個下で県大会優勝してったと。春でね。はい、入学して早々優勝してたと。で、その優勝した決勝戦の相手ってやばい強くて、栃木県もやばい選手いっぱいいるんですよ。で、全中優勝候補者だった、まあ、森田翔輝選手っていうペンパチ、まあ、岸川選手のライバルって言われてたんですけど、を全国で倒してしまった。まあ、これ噂で聞いたんですけど、ちょっとデータ残ってなくて。で、その選手が栃木県のチャンピオンだったんですけど、中1の春で倒してしまって、で、夏はリベンジされたのかな、準優勝。で、その後、実践学園に編入して、団体戦は全中に、東京都も彼個人優勝してるんじゃないのかな。で、関東もランク入ってる。で、全中の団体2位っていうのは、まあ、青森山田いましたからね。その中で全中2位という成績で、その後、愛知県に行って、名電に行ったんですね。そこで愛知県優勝した、これ本当みたいなんですけど、まあ、愛知県優勝したのもめちゃくちゃすごいと思うんですけど、その後も結構すごくて、まあ、その後、筑波大に行ったんですよ。で、筑波大に行って、茨城の、なんか、大学はあんまり、そこまでなんか、やってませんね、みたいなことを言うつつも、彼のね、ラケットケースから、いっぱいゼッケン出てきて、シズン時計って書いてある。わかる？全国にしか行ったことない、なんか、スポンサーみたいな、なんか、ゼッケンについてあったんだけど、いっぱいパラパラ出てきて、よく聞くと、まあ、国体、茨城予選、代表になってるし、全日本選手権さっき見たら、茨城県予選第1シードなんですよ。で、しっかりね、それも決勝戦行ってて、信じられないんだけど、まあ、そんな、成績を残していて、ちょっとびっくりしました。うん。で、具体的にどんな選手に勝ってできたのかっていうのは、あんまり言ってしまうと、相手に不快な思いをさせてしまうんで、見てた人にね。でもね、今、20代中盤の日本代表になった選手、ほとんど試合してるんじゃないかな、若い時に。若い時に試合したんで、まあでね、負けなかったような話は聞くんですけど、まあ彼自身も若かったんで、と同じ土俵で戦って、全然負けなかったっていうのは、まあ、相当すごいなと、思います。うん、で、社会人になってからは、まあ、実業団行ったんですよね。あんな、なんか熱がなさそうに喋るんですけど、実業団に入って、まあ、社会人選手権も代表になったりとか、僕もね、彼覚えてないんだけど、失礼なんだけど、僕に対してね。彼1年目、実業団1年目の時に、ダブルスで戦ってて、全日本予選ダブルス。3-1で負けたんだけど、まあ、1セット取ったんでね。めちゃくちゃやる気なさそうだったのは、結構記憶に新しいです。うん。メガネかけてたかな？はい。で、その後、まあ、消えて、栃木県いなくなって、だから、栃木県で知ってる選手っていうのはあんま少ないんじゃないですか？だって、中学校1年生でいなくなって、社会人になって帰ってきて、社会人になって、4-5年ぐらい、もうそんな大会出てないな、社会人になってきて、見てきて。僕ら世代からしたら、まあ、レジェンド的な選手なんですよ。なんで、
当時の僕からしたら、もうありえない。こんな人とね、卓球してるっていうのが、まあ、想像できない世界に今いるんですけど、で、今ね、その、まあ、動画投稿っていうのを開始して、彼、なんか、最初やった時よりも全然強くなってるんですよね。強くなってるっていうか、もともと強かったんで、強くなってるっていうか、取り戻してるっていうのが正しいのか、僕もそれなりに卓球やってるんで、強くなってるはずなんですけど、一向にね、叶わないんです。彼と試合しても、楽しくないんですよね。楽しくないんです。見栄えしない卓球するじゃないですか。ね、やってみたらわかるから、みんなの対戦相手の弱点を、集めたような選手ですよ。みんな口にするけど。楽しいことやらせてくれないなら、試合動画とかもあんまり上がってないじゃないですか、彼と。ちゃんとしたペンホルダーで試合するっていうの。もう勝ち目ないから、試合するんですよ。動画撮るんだけど、動画映えしないんで再生回数も期待できないから、まあ、アップせずに終わるケースが結構多くてですね。サムソノフとかいるじゃないですか。サムソノフだって別にチキータとかしないし、自分から打ってがないし、でも40歳超えてもなお、その世界チャンピオンにね、いい試合をしてしまったりとかするじゃないですか。だからそういう類の、選手であって、まあ彼ね、今そういう、まあかなり守備型の選手ですけど、昔はかなりのファイターだったって話聞いて、まあそれこそ中学校の時は、すごい、なんか天井までサーブ投げてたって言いました。天井ってやばいだろ。30メートルぐらいあるんじゃないの？30メートルないか ?20 メートルなんかな、いや、わかんないけど、それぐらい、いや、いろいろ噂がね、飛び交ってね、そういう選手だったんですよ。で、めちゃくちゃ投げ上げから、3球目ぶち抜くみたいな、スタイルで、高校ぐらいまでそんな感じだったって言いますけどね。うん。はい。なので、まあ、彼のね、周りにも結構すごい選手がいて、まあ、岡田選手、とある卓球オタクさんとかも、まあ、中高一緒だったりとか、まあ、森本選手とか、まあ、今、みんな知ってる人は、少ないのかな？あの世代的にね。うん、今だったら、なんか今の世代っていうとだんだん若い選手ばっか想像しますけど、まあ、相当すごい選手に囲まれてやってたんで、まあ、全然そんなオーラ出さないんですけど、ただね、彼と話してて、めちゃくちゃ違うなというのは、もう、自慢話はないし、別に言い訳も全くしないし、もう、終始冷静なんですよ。気持ち悪いぐらいに。で、全国行ったぐらいの選手、代表になったぐらいの選手って言ったら失礼ですけど、すごいね、言い訳がましかったりとか、なんか過去の栄光をぶら下げてくるんですけど、もうすごい、もうそんなことは一切なくてね。まあそもそも負けることが彼自身ないんで、負けた試合あんま見たことないっすね。うん。なんで、いや本当になんか見てる世界が、違うなと思います。まあ僕も見てる世界彼と違うんで、ね、あれなんですけど、僕のレベルが高いのか彼のレベルが高いのかちょっとわかんなくなる時あるんですけど、まあそこら辺の選手とはちょっと見てるところが違うなという、印象を毎回受けてます。うん、よくね、なんかその価値観の合う人じゃないと嫌だみたいな人いるじゃないですか。で、価値観合わない人と行った方がまあいろいろ面白いと思うんですよね、僕は。なのでね、まあ僕の弟子として、一番弟子として、まあ彼が活躍今してるわけなんですけども、はい。で、今、なんだっけ、どこでもっていうサービスやってるんで、なんかオンラインのレッスン、うん、数百円でレッスン受けられるみたいな。これ宣伝する気なかったんだけど、ちょっと宣伝してあげようかなっていう、すみません、師匠心が、親心が出てしまいました。はい。で、彼に教わってからね、明らか僕、強くなってるんですよ。あのね、勝った動画とか、面白くないでしょ。僕の勝った動画とか見たくないし、だから、あんまり負け試合しかね、載せてないんですけど、まあ、つっつきがすごく、僕、良くなって、まあ、かなり、試合とかはね、負けにくくなりました。まあ、勝ちや、うん。まあ、勝てるようになったのかもしれないですけど、まあ、それもね、神山選手の、レッスンというか、まあ、いろいろ指導ありきなので、まあ、こういうね、コロナのご時世、なかなか、直々にレッスンを伺うっていうのはできないんで、その、どこでもっていうオンラインサービスやってるみたいなんで、まあ、彼のチャンネルにとって、まあ、受けてみるっていうのも、一つね、上達のポイントかなと思います。うん。やろうと思って僕も、俺でもっていうサービス。俺でも。
僕みたいな、あの横山さんとか村田さんとか、まあすごい選手でやるじゃないですか。俺でもっていう、ちょっとサービスを今リリースしようかなと思ってます。あの超無料級の情報を配信していこうかなと思ってます。はい。ではね、まあ彼の凄さっていうのはちょっと分かりづらかったかもしれないですけど、まあ、まあ相当凄かった選手。今はね、あの、ああいう、なんかね、引きこもりみたいな、家でずっと動画撮ってる配信者になり下がってしまったんですけど、まあ、かつては相当凄かったということが、なんかお分かりいただければ、まあ幸いです。はい。じゃあね、また、お疲れさん。